オトメザ HW 星とは地球から見てオトメザの方向に位置するスペクトル型が SDB 型の B 型純粋星と M 型の赤色矮星からなる連星形である。アルゴル型変更星でもある。オトメザ HW 星 A はスペクトル型が SDB 型で大きさの割にとても高温な B 型純粋星と呼ばれる恒星に分類される。質量は 太陽の48%、半径は18%しかない。しかし、それに対して、表面温度は28,488系と、太陽のほぼ5倍にもなる。また、高度も、太陽の19.7倍と非常に明るい。オトメザ、h w 星 a はかつて、太陽クラスの恒星が、赤色巨星になり、その外装が何らかの理由で消失して誕生したと。 考えられている。オトメザ h w c b はスペクトル型が M6 から7型の赤色 Y 星である。大きさはオトメザ HWCA とほぼ同じだが、質量はオトメザ HWCA の約30%しかない。高度も太陽の0.3%しかなく、表面温度も 3084K と太陽の半分にも満たない。オトメザ h w 星 a から太陽半径の0.85倍の距離を地球に対し80.92度傾いた軌道で公転しているとされている。2008年に連星系全体を公転している修連星惑星と呼ばれる太陽系外惑星が2つが発見された。修連星惑星の中で1つの連星系に複数の惑星が発見されたのは乙女座。 h w 星が初めてである。しかし、内側を交点しているオトメザ h w 星 b は質量が大きいため、褐色矮星に分類される可能性がある。オトメザ h w 星 b が褐色矮星の場合、初めて複数の修練性惑星が発見された。連星系は2012年に太陽系外惑星が発見されたケプラー47系になる。 ちなみにオープンエクソプラネットカタログではなぜか、オトメザ HWCC は惑星として登録されておらず、構成扱いになっている。ありがとうございます。